おはようございます。7月26日、金曜日の Vlog、 はい、見てください。あの売り切れたファンタジーベストがなんと3入荷2カートンだけやってきましたね。すごい。カットだと思ってたんだよ僕ね。最初に10カートン注文したんだけど、カットで8カートンですよって言って8カートンだけ初日届いたんだけど、どうやらカットじゃなくて分納だったみたいだね。はい、だから2カートンだけ来ました。よかったよかった。これ再販がさ10月だっていう話なんで、それまでもう3ヶ月ぐらい来ないのかと思ってちょっと不安だったんだけど、まあ、とりあえずこれでちょっとしばらくは持つかなと思います。はい、よかった。では友達からメッセージ来て、この間18日かサーフィンを人生初体験したんですけどね、でも結構全然うまくできなかったんですよ。でどうしようかななんて思ってたけど、その時一緒に行ってくれた大学の同級生、もう30年以上の付き合いですよ、お友達がですね、どうよ来週行かないってまた誘ってくれたわけさ。おおと思って、行ってみようじゃないか。30日また海に行きます。はい、よし頑張ろう。はい、今日ちょっと棚をね片付けたよ。はい、棚に新品のボックスとかちょっと片付けて入れてみました。いらっしゃいませ。はい、というわけで今日もプール、今日は僕一人なんですけどね。はい、今日もう1キロ泳いでいこうかな。はい、1キロサクッと泳いでサクッと帰りましょう。行ってきます。お疲れ様です。はい、今日もプール行ってきた。ちょっと後半混んじゃって、そうだな、今日は1キロ泳げなかった。700ぐらいでなんかちょっと詰まり気味だったんで、もう今日は無理しなくていいかなと思ってやめちゃいましたよ。はい、プール生活でも結構続いてるね。やっぱ楽しいんだと思うんだ、そのプールで泳ぐのが。だからやっぱり辛いことはさ無理して続けらんないじゃん。なんかその自分が嫌だな、走るの嫌だなみたいな、そういう気持ちの時にそのずっと続けるのってきついけど、楽しいことなら続けられるよね。そう、だから嫌なこと我慢してやるよりも自分で楽しいなって思えることで続けていくのが大事なんじゃないかなと改めて思うところでありますよ。はい、じゃあお疲れ様です。では